い、今着しました。ムツゴロウの暴れバトルです。ちょっと聞いてください。俺チャージャー使ってたら、煽られまして、なんか、煽られるって、ほら、なんかめちゃくちゃ、誰か動いてない。誰か動いてないんですけど、なんか止まってたけど、そう、なんか上手い人ってさ、なんか倒しまくるからさ、ムカついて、煽られるじゃん。俺上手くないのよ。当たったわ。ちょっとなんか、当たったけど、上手くないのよ。たまたまその人倒しただけで、煽れ、ちょっと動画撮ってなかったのがすごいね、説得力のかけらもなんもないんですけど、今ちょっと煽られたんですよ。そんだけ伝えておきます、皆さんに。出てこないか。ちょっと上からやられそう。なんかいる！なんかいたー！急ですね、もう急。すべてが急。あ、まずいな。このジェットパックをしてるところを俺が倒したかった。降りない方がいいのかな？普段使わないっけからさ、この、なんかやられてる。あんまり動き方というか、まあ、ノリと勢いでやっちゃってるんですけど、ノリと勢い。よくない学生みたいなノリと勢い。うわははは死ぬちょっと待って。ガーッとだけナイス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 。下に、ダイナモに入られるのが一番きつい。なんで当たんないの？そう、全然当たんないのになぜ俺が煽られる？なぜ私が、おい、これ塗らなきゃいけないじゃん。でもチャージャーってまっすぐ綺麗に塗れるから、ちょっと、楽しいよね、塗るの。そんなことないですか？個人的に僕は、塗るのが、楽しいです。当たんない的に打つより、こう、綺麗に塗った方がいいのかなっていう、公言できるのかなっていうのはあるんですけど。で、奥側がね、すごいね、やられちゃってるのよ。あ、今、マジか。惜しかったな。ここね。まあ、ぶっちゃけここさ、取ったところで後で塗り返されるからさ。あ、なんかジャンプ来てるよ。あ、抜けないか。まあ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 、ここ見てますよ。最後、ボムラッシュでやっぱ勝てそうだし。そう、今回ね、あれなんですよね。ハイパープレッサーではなく、そう、プレイじゃないの。ボムラッシュがあるから、なんか最後塗り返せるな、で、塗りが弱いチャージャーでも、大丈夫かなって、これ絶対いるよね、まだ。ちょこちょこ塗り返して、あれ、いない？絶対ダイナモとか言うけど、絶対、これボムラッシュなくなるの嫌だ。ほら、いたほら、いた、真下いたじゃん。いたのかな？いたのかな？あー、抜けないか！オッケー、ここ抜いたのでかくない？これでかくない？これダイナモ抜いたのでかくない？じゃあ、最後にボムラッシュを決めていけばいいだけですから。ほい。結局、ここを塗り返せる。もうなんか、チャージャーっていうか、塗りメインになっちゃった。あー、奥塗れなかった。どうだ？なんか本当はもっと投げたかったけど、微妙い？どうだろう。あ、勝った。あ、でも釣り勝つな。もう安全に行けましたよ。いやー、あっち塗り強いからビビったわ。はい、間違えしました。ムツゴロウ、逆側のムツゴロウ来ちゃったな。個人的にはね、チャンシャンス。事故るねー。個人的には右側、ここってなんか変わるな。猫来ちゃった。猫がごめんな、今ちょっと相手できない。今相手と相手してるから。どういうことだ。ほら、これ木へ塗れるのが個人的にはちょっとマルチミサイルが厄介。もうせっかく綺麗に塗ったところをね、塗り返さないでいただきたい。いや、頑張ってるな、味方。俺何もしてないぞ。まあでも、この間濡れるしな。うれ。まだ奥いるよ。これは多分溜まるので、これ使っちゃう。ナイス。ちょっと、あれ、抜きたい。はい、当たった。垂れ流しをちゃんと抜いていくという。ここから出てくると思うんですよ、また。見持ってれば、来てますか、これ。来てますね。抜いたやつかな。ごめんな、再び。俺が。くそ、届かねえ。全然届かない位置にいる。ダメだ。はい。あー、当たんない。あー、当たらん、やられた。やられた。
やられ、俺多分ね、前ね、こんな感じで煽られました。そう、おとなしく塗ります。チャージャーが3人もいるからな。誰が塗るかって言われて、自分がやらなきゃいけないんだよな。昔野球やってたんですけど、グラウンド整備って大事なんですよ。その、自分が使ったとこって綺麗にしなきゃいけないじゃないですか。キッチンとかさ、家庭科とかやるでしょ、みんなも。学生とかは。ああいうのをね、率先してね、やってた、俺。え？ちょっと外しちゃった、やべえ、これ。嫌だな。スコープだから俺の方が射程長いと思うんだよな。あー、怖い。チャーが怖いですよ。下だね。うい。あ、相打ちみたい。味方やられた。今チャージャーに。俺が倒す前のチャージャーやられて。てかこれ塗り勝てないんだけど、相手、あれいるじゃん、モデラーいるじゃん、モデラー。マカマもいんのに。厳しいだろ、これ。最後、ボムラッシュをどこかで使っていくしかないんだよ。ここいる。待って、これ倒せばでかい。死んじゃう！ボムラッシュを持って死ぬことは許されない。これさ、やべ、ボムラしてるな。いや、ぬる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 。いや、二落ちしてた、ワンチャンある。俺のボムラッシュが。あ、微妙に勝ってる気がする。やだやだ勝った。これ勝てるの、この遠征で。ありがてえ、味方。はい、バッチングしました。ちょっとムツゴロウしか、アロワナモールがステージであったんですけど、なんか偏っちゃうんですよね。よろしくお願いします。まあ、塗っていきましょう。ステージが同じだとな。なんかやってること一緒だから飽きられないかなと、ちょっと心配。よいしょ。そんなさ、チャージャーうまいわけじゃないから、たださ、好きで持ってるだけだからさ、敵をいっぱい倒せるわけじゃないのよ。だからその分ね、塗っていかないと、ちょっと味方に貢献しないといけない。っていう思いで、頑張るよ。なんか、着地。着地は意外と、隙ができますからね、降りてきた後とか。まあ今適当に打ったんですけど、今適当に打って当たったんですけど。まだいない？まあ塗っときます。相手一応リッターという俺より射程が長い、とんでもない化け物みたいのがいるので。うん、風呂いるな。いけるか。ええやばずっといた？もしかして。左高でずっといたよ、今。30秒ぐらいなかった、ずっと。チャージャーがアムジー来るまでずっと。マジで？忍耐強い。忍耐強いプレイム手段がいたな。ちょっとあれ。プロなぁ。厳しいなぁ。プロ厳しいなぁ。チャーはやれる。ちょっとここに顔出してくれたのありがたい。やだ！やめて！当たんないか。これやばい。あ、待って！うわー、逃げられなかったー。ちょっと下手くそ。ちょっともうちょい逃げる素振りを。スーパー着地でも、スーパージャンプでも。よかったです、今。ボムラッシュがもったいなかったな。判断力の低下ね。頭、あ、しょ。ただの下手じゃない。ただの下手くそにはならない。ふえ。ガーン！今当てたらかっこいいでしょう。モテモテよ。危ない。来てますね。あー、当てたぞ。よし。ちょっとね、スコープってね、普段持たない。なんか、チャージャー普段持たないくせに、チャージキープの方を持ってるから、ただでさ、スコープって持たないんだよ、俺。いやー、あれめんどくさい。ちょっと周り塗っとこう。上大丈夫か？あ、オッケー、抜いたわ。
まあ。あとここね。くそ！くそ！エイム力をここで欲しい。ほい。あ、でもなんか微妙に勝ってそう。下も上もいい感じだと思うんですよね、これ。勝ったな。おお、勝った。よっしゃ。楽しかった。あんま使えない武器を持つと楽しいです。はい。ありがとうございました。